アホみたいな蹴りトしてるから、あまたインポスターだ。<laughs> 今日引きすぎ。でもこれはチャンスですよ。これ、神が言ってるんですよ。慎太郎お前下手くそだからインポスター練習しろと。うん、お前がインポスター弾いても試合が盛り上がらないから、早く上手くなれって言ってれば神が。はい。はい。ーナイスタ。ナイス。ため <laughs> <溜>息。なんで、ちょっとみんな幸せ逃げちゃうよ。 めんどくせえ女みたいな。めんきついちゃダメ。大学のうちに海外旅行行っといたほうがいいよ。おえるじゃねえか。おお<や>。腰痛いやって喋ってくるやつ。めんどくせえやつだなあ。まだみんなね、先手ごっ動こっかな今回は。 うんきれな ええどこ <laughs> はい、えー、現在です。メインのえー、っとですね、ゴミ捨てタスクがある位置の通路です。めちゃくちゃおったっすよ、アドミー見てたすけど。えっとねし、メインから直前でシャワー入った人って誰ですか直前直直前か。ああ、今、今、なる直前ってことね。いや、ちょっと前ぐらい。俺がね、配線つなげなかったから、1個タスクもできないぐらいだから、5秒 前ぐらい。うわ、俺はマップ開いてたから見えなかったな。停電中じゃないな。えっ、ー、と、ケンシとピカさんがアーカイブの方からシャワー入ってくるのを俺タオルタスクしながら見た記憶があるんだけど。で、俺ね、うん、そのシャワーからメインに行くときにちょうど入り口のときに交差したんだけど俺マップ開いちゃってて、誰か行ってた停電中、僕と宿舎前ですれ違った人いますあ,<ー>あいないな、多分メイヤさんだと思ってて、そうなると、うん 切ルされたのがかなり直近だと思います。もう5秒以内ぐらい。間はどこに僕今、はしご登ってるとこです。ミーティングの。昇降機右の扉が開いてることがその証明かな。明約、うん、は間違いないです。1、エンジンルームの上のところでダウンロードしてるのをアルトが見ていて、うん、で、そのまま僕は金庫室でダウンロードしてます。ふんふんえーっと、<で>これは多分、今回の切ると関係ない話になって恐縮なんですけど、 ほいね。はい、またシャワー室の奥の方から出てきたときにまっすぐ上がってくる慎太郎さんを見てまっすぐ上がってくるってうことは弁当から飛び出して私キルしようとしてたんかなってちょっと思ってしまっててあああれ弁当のタスクですよあれいやあのその前に私そこもちょっとチラって見てたはずなんだけど慎太郎さんの文字も見えなかったと思うんだよな停電最中って思っててあ僕は停電になって一回メイン側に抜けてますね でそこからまたシャワーに戻って、ベントタスクやって、最後ピカクロスさんを多で確認したって感じなんで。なるほど。なるほど。じゃあ、そ,んなその理由はどうですかシャワーにいる人は、<laughs> そこのエンジンの方のキルには関われないんじゃないじゃあ、だ7個は、ま、ピカクロさん、タロ、はい、ちゃんにししまそもそもお肉のキルメインでう,ん、そうメインだから、シンタロさんは関われるルートになるよ、それだったら。はい。はい あ、ちなみに,にめて死体ってどっこから発見したんだっけああどっち側がえーとエンジンルーム方面から発見したっああまあ、むしろ俺がカッコロになって釣られた方がいいな。<laughs> これね、もはやね。もうそれが一番いいっす。まあそこ閉めないでほしいな。開けたくないんだよな。てかアーカイブで割いたのがプレミアこれ。いやこれ閉まってんのかこれ。 多分弁当の方が入るよ弁当の方が開いてないなえ、停電なの停電ダメじゃね停電ダメやで停電じゃお土産できないってあこれ終わったよしよしよし、ここだけはけらんとなあ,あ、ここだけはきっとはんとするんでよし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 。 現さんがラウンジの配線ですね。ラウンジラウンジああ、確かに、すれ違いましたけどアーカイブの右側アーカイブの右の方の配線ですね。まあ、てか、えっと、僕今、アーカイブのダウンロードにいるんですけど、高田さんとラウンジのま真ん中らへん、左側真ん中です。すれ違って、まあ、そのまま僕すぐ左戻って、今、アーカイブのダウンロードなんで、高田さんは違うと思います。 で、証拠、え、ちアーカイブ右の扉も閉まってるので。高田さんが、うん、違うんだったら。一応死んだタイミングだけ先話しておきたいけど、バイタル見てて、あの、停電が開けたタイミングの時はどっちも死んでなかったです。停電爆速で直の。藤宮に見えちゃう俺は。でもむしろ僕が切ってたら、高田さん、ゲできると思いますけど。ん違うじゃん、だって俺、<ん>アーカイブの出入り口で藤宮と交差して、俺、シャワー場に行ってるから、そ,うそ,うその後切ってたら。うん、ああ、そう,そう、確かに。 近辺にど,どうしようもいるのは藤宮だから。うんまあ、そうですね。他容疑者に入っちゃうんで。そうそう高田ん貨物ですれ違ってるので、うん、貨物はアーカイブの順で、アーカイブのところで藤宮と交差して、俺はメインまで行って。メケンさんと足は最終エレクトリカルなんですけど、原産キロは無理です。うん、まあちょっと俺視点藤宮にしか見えんから、他集詰めて、うん、そしかす,すね。うい、ん。もしかしたら違う可能性あるから。これね、俺言いたくないんだけど、まあ、言わざるを得ないんだけど、最終位置がラウンジで、 あのトイレの中にいます。ああ。痛くない、ね。<laughs> できれば、これ、シミスしてもらったんだけど。はいはい。七子さんが診察いるって言ってましたけど、アルトさんは合ってます。あてか、アルトさんいや。僕はね、貨物で停電を直した後に高田さんとすれ違って、覚えやって戻ってると。ころなんですよああえ慎太郎ってどのルートでトイレ入れたのそれ。アーカイブラウンジ。じゃあ、藤宮って脇どこなの 僕はメインでアシュさんとナナコさんと一緒に巻いてます。うん、で、タオルタスクやってからアーカイブのダウンロードって感じです。ああ。トイレ長っう。ん。ええ。また、初日が結局、洗えてないから。うーん。うわ、シンタロとフジミは、イーブンぐらいに黒い。うーん。<laughs> <laughs> どっちかす <laughs> <laughs> いいっすね。<laughs> まあ、黒くなれば大丈夫なんですよね。<laughs> 相方を守れるんで、これで。な <laughs> んで閉まってんだよ、ここ。あげたくねリアクターかな、これ。お土産するんだったら。あ、そっち来んの <laughs> どうする、藤宮君、俺ら。でもこれ多分、これ多分これ多分さ、これ、これ誰もミーティング登ってないかいこれ、多分。あ、これ、藤宮君やろ俺ら。4キル。これ、俺らで4キルしよう、これ。うん。これ、多分、誰もミーティング行ってないわ、これ。

アイステイスあっ、て、これヌーあるからヌーあこれまずいこれヌーン大丈夫これ,ヌーンこれヌーン大丈夫ちょ、これヌーンケアしないヌーン。藤く君、ちょっとヌーンいいからヌーン。そう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 。俺、こっち側ケアしたいできれば。あ藤藤く君がケアするえマし リアクターダメじゃな、ね、い？えリアクターマジ？えリリヤクターダメじゃな、ね、い？あそっかあの七人盤面か。そっか今七人だ。八人かと思った。オッケー。ああどこで死んだろこれ。 俺、あの、宿舎前、ミーティングを押しに行こうと思って、そこで殺された。あそこか。ナイスメントでちゃんと寄せてくれて。あ,あ、そう、ヌーンが右にあったからかなとたら、うん、素晴らしいね。ナイスした。シャワー誰がいたんだろう、あれ。最後。シャワーシャワーアートミンか。うん、ミスったね。ちゃんと詰め切らなきゃだね。てか、ボタンを押すべきだったんじゃないですか いや俺はもう死体発見でずっと動いてたずーっと死体発見アラチも動いてたよね死体発見僕も弁当見ちゃったから切るトってんの表アルトと俺はもうずっと死体発見で動いてたそう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 二人でいやーミヤちゃん太郎ちゃんなー心身の漫才コンビミヤちゃん太郎ちゃんねあのすっきりさん入ってくれたんであ、そうですねちょっと藤宮くんがタンズレされそうだったから俺が食い込めば多分紛れると思ってで、ほんとにトイレの中にいたんですかいや本当はエンジンにいましたねいやうま。 ぺなにそれうまいねーぺつめきれなくしてるっていう…う,う,うわー確かに、あれだから普通にぺみやちゃん釣りに行ったもんなそうだロろろもできるしね、うん、うわーうま